ヒラの仕様のシンガポール旅行が話題に、ナンバーアイのメンバーとの楽しいひととき、ジャニーズのナンバーアイのメンバーである平野仕様が最近のシンガポール旅行の写真をインスタグラムで公開し、ファンたちを魅了しました。このプライベートな瞬間についてファンの反応を探り、ヒラの仕様の魅力に迫りたいと思います。 平野紫耀は26歳の若きアイドルであり、そのイケメンのルックスと才能で多くのファンを魅了しています。インスタグラムを通じて、彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、日常のほんの一瞬を共有しています。25日にインスタグラムを更新した平野紫耀は、2日前に予告したシンガポール旅行の写真をアップし、ファンたちに大きな喜びを与えました。 旅行仲間には、元、キングプリンスのメンバーであるキシ太タとジングージタが同行し、彼らは楽しいひとときを過ごしたようです。この旅行について詳しく見ていきましょう。シンガポールの旅。平野紫耀は、2日前にインスタグラムのストーリーズでこの旅行を予告し、岸優太タとの楽しいひとときを報告しました。 その後、予告通りにシンガポールの旅行写真を公開し、多くのファンがその魅力に夢中になりました。写真には、平野潮と神宮寺ゆうタがシンガポールのガーデンズ・バイ・ザ・ベイを訪れる姿が収められています。この場所は未来的な植物園で知られており、高層ビルと美しい庭園が一体化しています。訪れたファンの中には、 この美しい景観に感銘を受けた人が多かったことでしょう。写真では、二人は滝の前で楽しそうに笑顔を見せ、その内を散策する姿が映されています。このほんわかとした雰囲気は、ファンから大きな賞賛を受けました。ファンのコメントには、めちゃめちゃ二人ともかっこいいし、かわいい、リフレッシュできてよかったね、植物園楽し、そう、ジグヒラ最高。 かっこいいやばい大好き。など多くの賞賛の言葉が寄せられました。ファンの反応。平野市用の投稿に対するファンの反応は非常にポジティブで熱狂的でした。その中には神宮寺ゆ太自身からの返信も含まれています。神宮寺は植物って癒しの力あるよね、とコメントし、ファンたちと共感を共有しました。 ファンたちはこのコメントに対して、あるある、簡単ふ、ジグヒラも癒しの力ある、間違いないね。生きる、パワースポット二人が癒し、いや私たちは神くんしよくんに癒されましたと盛り上がりメンバー同士の友情に共感しました。ナンバーアイの魅力。ナンバーアイは、ジャニーズ事務所に所属する人気グループで、 そのメンバーは若く、才能豊かで、多くのファンに支持されています。平野紫耀は、その中でも特に輝く存在で、その魅力は多くの人々を魅了しています。彼の SNS でのコンテンツは、普段の生活や旅行の瞬間を共有することが多く、ファンとの距離を縮める手段として機能しています。このシンガポール旅行の写真も、 彼の自然体でリラックスした一面をファンに見せる機会となりました。平野市用のシンガポール旅行の写真はファンたちに大きな喜びを与えました。彼の自然体でリラックスした様子や友情あふれるショットは多くの人々に共感を呼び起こしました。彼の SNS を通じて ファンとのコミュニケーションを大切にし、日常のほんの一瞬を共有する姿勢は彼の魅力の一部と言えるでしょう。ナンバー・アイのメンバーたちの友情とその活動に対する情熱はファンにとって特別なものであり、今回の旅行は彼らの絆をさらに強めるものとなったようです。平野紫耀とナンバー・アイの今後の活躍に期待が高まるばかりです。